こんにちは。スパイを探しに来ました。スパイはいますか、この中に。お前だ、お前だ。心痛くなってくるもん。殺す、あいつ逃げてる。どうもスバルです。トータルタンクシミュレーターやっていこうと思います。フランスといえばマジノ戦とか、そのあたりが活躍できるんじゃないかなと思っております。ということで、じゃあフランスやっていきましょう。相当難しい気がするわ。人生ハードモードでしょ、フランス。詰まるところはこのように運ぶ手厚だったというわけだ。ドイツ軍が我々を攻撃する。ああ、だがあれはなんだ、通り抜けなど不可能なマジノ戦、ドイツ軍が通ることなどできない。だがあれはカーテンだ。あれ、ちょっと最後まで読ませてよ。でね、ちょっと俺フランスと第二次世界大戦について俺マジノ戦以外全然知らなくてさ、ネットで調べたんよ。で、調べたら第二次世界大戦フランス、その次に出てくるのが弱い、ボロクソに書かれてました。第二次世界大戦においてはかなり難しい戦いになってくるんじゃないでしょうか。今回フランス第一幕ダイル計画、ドイツは低地帯を通じてフランスに対する攻撃を開始、かくしてマジノ戦を迂回します。フランスはダイル川の攻撃を止めようとします。だからマジノ戦っていう最強の防衛ライン引いたんだけど、まあドイツ側が、あ、もうこれ避けようぜって迂回してきたところを我々が今から撃ちに行く。これがダイル計画です。こちらの技術ツリーは何でしょうか。ピッ、いいのであってほしい。お、いいね。ちゃんと防御面はしっかりとしている。あー、可能砲もある、ありがたい。そして装甲車もあって、ん、あれ、ん、かわいい。あ、お父さん、僕これ第一次世界大戦で見たことあるFT だ、 FT、 これ見たことあるわ。今からドイツと戦うんだぞ、お前。こんなんで勝てんのかこんなんで勝てる気がしない俺ら負けるかもしれん、これ。大丈夫これ、マジで難しいモードかもしれん。じゃあちょっとこの FT で戦っていこっか。心配しかない。じゃあリエージュの戦い、戦車2と航空機2だったな、今パッと見たけど。どっちも力入れての FT か。うわ、これ相当むずいと思うよ、俺。うわー見たことあるわ、ドイツの兵器。さあ、敵の戦力を見ていきましょう。あー、でもまだ優しい。まだちょっとね、ゆるくゆるく力を抜いてくれてるドイツ側。優しいわ。で、カノン砲系統はパッと見一台も見えないけど、戦闘機かー。あ、待って、ストゥーカいたな、今。ストゥーカ一瞬見えた。あー、いるいる、バゲキいるわ、バゲキ。ストゥーカ警戒かな。いやー、これ勝てる気がしないんだけど。ちょっとカノン砲で、ちょっと俺カノン砲解禁するわ、初手から。俺が油断しないでどの程度立ち回れるかの確認するわ。で、掩体壕でどれだけ粘れるかだよな。じゃあこいつらでどれだけ時間を稼げるかだな。で、こっち対空手段がないから、航空機も存分に動かさないとな。でもこの最初の戦いがめっちゃ面白いんだよ。この少ない戦力でどれだけ戦えるか、そこは重要視されてくる。で、FT はちょっとね、あまりストゥーカがいるから、ちょっとバラバラで配置しとこうか。最初はバラバラで。で、歩兵も並べていくと。よし、これでいこう。これで勝つる。これで勝つるしかあるめえよ。じゃあ指示を出していきます。でも航空機は運ゲーだね、これ。ほんとお願いしますって感じ。歩兵は後々活躍してもらうから、一旦ちょっと身を守ってもらいたい。で、戦車に関しても防御。多分駆逐戦車なんだろうね、TD って結局のところ。だから TD はタンクデストロイ。もうこいつら破壊してもらうわ。で、戦闘機には一切指示出せないため、運ゲーです。これかなり難しいよ。俺の中での頭ひねりこいて、この戦略を出したんで、交互期待。では戦っていきましょう。リエージュの戦い。守るぞ、フランスを。ファイト。さあ、カノン砲頑張ってくれ。お前らが命運を握ってる。あー、早速、掩体壕が火吹いて、対戦車が破壊された。ただ大丈夫だ。カノン砲も負けてはいない。頑張れ。頑張れ。FT、お前ら耐えるんだ。耐え抜け。耐え抜いた先に勝利がある。さあ、FT たちどう立ち回る ?30 秒だ。30秒後に戦いが。お前、え、何単独で動いてんの。あー、瞬殺される、瞬殺。お前、その FT の動き方は瞬殺されんぞ。え、FT 君 ?FT! お前、それ瞬殺される立ち回りだって。裏取りしてる。この戦車もしかして使い手か?ダメだ。一方的に撃たれてるだけだ。あーはは。破壊された。よし、行け!全員突撃だ!大丈夫だ。ドイツ結構削ってる。あとは立ち回り次第。立ち回り次第なんとかなるぞ。お前にはお前がついている。FT には FT がついてるぞ。フランスに革命を起こせ!詰めろー!突撃ー!歩兵も結構強いからな、お前。待て、固まりすぎるな。3! いいね。お、これ、フランス強いぞ。
立ち回り次第ではここまでいけるんだなって。まさか初動でこんなに気持ちいい勝利を迎えるとはな。あれ、あとどこだ、ドイツどこ、君は FT だね、君は違うね。あ、なんか可愛い乗ってる。え、そんなことできんの。ははは、うんこ座りしてる。そういう使い方なの。みんななんか迷ってるけど、どうした。FT ってそういう乗り方できんの。かわいい。面白い。え、航空機どこ、みんななんかフリーズしてるけど。え、戦い終わっちゃった。え、相手、どこ。え、このままだと敵を殺すの任務達成できねえよ。え、これずるくない、相手。敵さんどこ。え、マジで、ちょっと一回画面に目を凝らしていい。え、どれ、来てどれ、え、どれ。ガチでわからないんだが、一体俺は何を殺せばいいんだ。こいつじゃないよね。おお、働け、おい、働けよ。お前ら何、どうした。なんでどうしたの、働いて。運営さん、このゲームバグってます。バグ、どこ。じゃあ探そうぜ。フランス軍全員ついてこい。天候確認、よーし、オッケー。まあ、とりあえず一匹殺しておこう。これで何かが変わるかもしれない。こんにちは、スパイを探しに来ました。スパイはいますか、この中に。お前だ、お前だ。心痛くなってくるもん。殺す、あいつ逃げてる。さあ残り13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。まあこれは勝利でしょう。はい、フランスの勝利と。はあ、嘘、こんなん無理でしょう。おい、いや、おい、運営聞いてるか、お前ズルだぞ、これはドイツズルだぞ。タイムアウト、バトルを完了する時間はありません。ふざけんな、おい、ズルだよそれは。ズルだ、せこすぎる。お前ドイツそんなせこいことしてくんの。負けた、まさかの敗北なんだが。ではリエージの戦い再開していきましょう。完璧な陣営が完成したわ。よーし、勝つぞ、絶対勝つ。さっきと同じだ。で、同じバグが発生したら俺は訴えます、運営に。バグってるぞとメッセージを送ります。さあ、じゃあリエージの戦い開始。ピー、スタート。あ、敵がほら地雷原に進行してくれるから、おー、いいね、地雷引っかかって、地雷引っかかって、最高、完璧な地雷よ。で、この延滞砲で角度入ってんぞ。よし、そう、いいね、最高。俺にもお前を操作させてくれ。さあ、うわー、すーごーい、完璧すぎる、この立ち回り。え、さっきより完璧な立ち回りしてることみんな知ってる。見て、このフランスの減らなささ、すごい。皆さん、もしこのゲームで立ち回り迷ってたら、ぜひとも私の動画を参考にしてください。かなり完璧な立ち回りしてます。よし、いいぞ、ギャー、歩兵が強い。お、よし、勝った、よしよし、オッケー、次こそバグらんかった、よかった、よかった。ということで、フランスサイド、リエージの戦い、勝利しました。はい、ということで、次の戦いは、リールの戦い、ウェーブの戦いだね。戦車2頭、航空機2頭、歩兵だね。で、ここで気をつけるべきポイント、それは、対空にどれだけ力が入れられるか、対空砲火を追加します。50ポイント。で、300ポイント残ったから、ルノー3号。これ実際に、ドイツが、そのフランスに侵攻してきた時に使ってた戦車らしい。ではやっていきましょう。リールの戦い。敵の戦力は、航空機が出てくるから対空をしっかりと。うわー、ストゥーカ来たか。爆撃に警戒だね。で、戦闘機ちょっとぶつからせるか。3台ほど出してます。どうせ燃料すぐ切れるから。微妙いんだけどね。まあ、ないよりかはマシかなぐらいで。で、可能砲を、この川のところに配置。こちらにも配置、ここにも配置と。敵の中戦車がもう、うわ、めんどくせえ。ロケットトラック来たか、とうとう。これちょっとめんどくさいね。TD も来てるから、可能砲ちょっと多めに置いた方がいいかもね、これもしかしたら。回収車くん、この辺りに配置して、よし、やっていこう。な、正直、まあ、これは、ウェーブ戦なんで、戦略もクソもありません。もう、任せる。任せるって感じです。じゃあ、やっていきましょう。リールの戦い、開始だ。これ相当難しいと思うけどね、俺の中では。さあ、やっていきましょう。うわー、ロケット飛ばしてきた。頼む、可能砲、ロケット戦車を優先的に倒してくれ。もうこれ運ゲーすぎるんだが。もう包囲殲滅、包囲しろ、包囲してひたすら撃ちまくれ。大丈夫だ、後ろには可能砲がついてる。お前ら、え、
あ、死んでんのそれ。もしかしてそれ、川渡りできない君たち。あー、ダメだ。ダメダメダメ。川渡りしないで。お前ら全滅するって。川渡りしたら全滅するって。あ、第二ウェーブ来た。頼む、戻って。あのね、川渡りすると、川渡りすると死ぬの。そこ川毒。毒の川だ、そこは。ダメだ。みんな戻れ。もうドイツ軍すでに虫の息。だ、第3ウェーブ来ました。敵第3ウェーブ、一体何が出てくるのか。それだけが心配。後方か。あ、歩兵だけだわ。余裕がある、余裕がある。全然余裕があるわ。よーし、いいぞ。我、R35 で突撃するなり。行くぞ。突撃だ。行け。迎え。頑張れ。いいね、いいね。そう、囲め、囲め。囲むように殺せ。すげえ。まだ味方の可能がしっかりと生きてるから、砲撃してくれてる。ありがてえ。さあ、残りはどこで地下？あ、終わった。じーじーと。あ、ドイツ余裕ですわ。この二つ、アミアンだ。知ってる？アミアン。アミアンの戦い。あ、BF5 でアミアンの戦いあったと思うんですが、あそこっすね。じゃあ、ちょっとアミアン守っちゃいますかね。VIP を保護する系統だね。VIP 保護系統なら、確かに、マジの戦を解除しちゃうっていうのもありなんだけど、敵そろそろ抽選者以上のものを出してくると思う。てか、さっき出てたから、シャール D1 ちょっと解除していこうか。読み方合ってるかな。駆逐戦車を狩るために設計されました。ほう。さっき TD あったからね。将校もちょっと雇っちゃおうか。よいしょ。将校も雇っちゃって、まあ、将校車乗せちゃうぐらいかな。ジープを買っちゃいましょう、ジープを。で、こいつらがいるだけでも、かなり、戦力になるんだよ。やっぱりバフは強い。じゃあ、アミアンの戦い、勝っていきましょう。VIP を守る。やっていきましょう。待って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 。あれ？これ俺ら負けた？待って。おい。力入れすぎだろ、さすがに。余裕ねえわ、これ。待って。こんなにも、こんなにも力出してくる。で、ストゥーカが何台かが、うわー本気出してきた。しかもチケット数同数だしな。これは、ちょっとまずいことになったかもしれん。予想外に強い。じゃあ、攻めてくるから、まず地雷原から置こっか。まず地雷原から置こっか。話はそこからよ。で、そして、敵航空機が、1,2,3,4,5,6,7 結構いるんだよね。だから、この VIP 宿舎に多分砲撃してくると思うから、VIP 宿舎付近に対空砲を並べておいて、シャール君どれだけ勝てんだろうね、これ。あ、勝てる勝てる勝てる。D1 なんか勝てる。全然勝てる。ただちょっとパンツァスリーにはきついけど、まあなんとかなるわ。うわ、ロケットいるわ。ロケットトラック、ちょっと こいつら早めに排除しとこう。シャール君後方かな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 で、装甲車をこの中央付近に並べておいて、じゃあ指示を出していきましょう。お前下がれ。お前はまず下がれ。で、お前らも同じだ。30秒間防御。そして後方にある火砲を攻撃してもらう。で、このカノンは前方かな。前衛のロケットトラック付近かな。いや、これ相当難しい戦いになると思うが、ちょっとアミアの戦い勝ちに行こうと思います。レディーゴー。いやー、これ怖いぞー。さあ、うわ、なんだこれ。だー、掩体壕が早速破壊される。うわー、掩体壕が早速破壊されまくってる。だが時間は稼いだ。うわー、シトゥーカ頼む、破壊してくれ。頼むぞー、破壊してくれ。あ、VIP 破壊された。うわ、うざ。やべ、残り工場しか残ってない。頼むよ、みんな工場守ってくれ、工場を。ドイツの戦力はかなり削ってる。あとは、もうどれだけこの VIP 宿舎を守るかどうか。さあ、30秒そろそろ切れる。いけー、全員突撃だ。いけー、 VIP を守れ。あー、そんなね、詰めすぎは危険だぞ。敵 TD だからね、戦車に対して強すぎる。工場と、あと VIP 一つ残ってんな。お前か。なるほどね。シャール D2 が残ってる。 D2 が、ちょ、 D2 くん一緒にちょっと隠れとこっか。お前ら、お前そこにいろ。大丈夫、敵はかなり引き気味。なんとかなる。勝利は近いぞ。あのロケットトラックどうにか破壊しろ。決死の、決死の思いで破壊しろ。オッケー、破壊した。あとあいつだけだ。てー、あ、回収者くんだったわ。オッケー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 。破壊完了。任務は達成した。VIP？ VIP？ あ、なんかいる。なんかおるって。なんかいたけど。なんか、めっちゃいるめっちゃいるめっちゃいる。倒せ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 。バカ野郎。倒せお前ら。オッケーオッケーオッケー。破壊した破壊した。やばい。あ、工場が破壊された。まずい。VIP どこ？ビップを探せ、ビップを。やばい、緊急事態発生。ビビビビビ。ビップ守れ、マジで。あ、ビップどこ？ビップ？ビップどこ？ビップちゃん？あ、よかった、勝ったー。危ない、よかったー。あいつらどっから来た？裏取りしてた奴ら。なんかもう、ひっついてさ、工場絶対破壊するマンだったんだけど。ということで、アミアの戦い、勝利。
さあ次はランスの戦いやっていきます。でね、何を解除するか、先ほども言いました、マジの戦を解除します。マジの戦を迂回してきてこっちに来たらしいが、実はこっちにもマジの戦あるんだ。マジの戦を解除します。そして今回ね、 S35、この神風戦車を追加しまーす。これで、ね、さあランスの戦い、いいね、かっこいい街の名前だね、ランス槍。さあ敵の戦力を見ていきましょう。でどうなってる、まあ、見る限り青色なんだよね。うわー、やっぱりストゥーカだよな、ストゥーカばっかで。パンツァー、パンタ、はい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 、砲戦車、砲戦車、うわー固めてきたな砲戦車で。いや、ここ警戒だね。ここはちょっとカノン砲部隊でどうにか破壊しないとまずいことになる。で、あー来た、とうとう出てきたティガー戦車。ちょ、こいつ速攻で破壊しよう。で今回皆さん迂回してきたと思うんですが、申し訳ありません、マジの戦置きます。いいねー、かっけーわ、絶対通さないマン。で後方に海可能砲系統だね。森にもマジの戦置くか、ロマンあるねー。近づいてきたら絶対殺すマンだからこれ。やべ、めっちゃかっこいいんだけど、ゾクゾクするわ。かっけー。指示を出していきます。マジの戦で指示出せんのかな。あー指示出せないっぽいね。もうほんと守るだけだな。じゃあ後方の可能砲くんたちだけに指示出すか。まずはね、後ろにあるこの砲台系はどんどん破壊してもらおうか。まあ、ロケット砲ただの脅威でしかないから、後方に2台は攻撃入れてもらいつつ、でこの砲はね、ちょっとティーガーに少しずつダメージを与えてもらう作戦でいくわ。これいいね。で、これで一旦可能砲たちに攻撃してもらって、で、スツーカの爆撃に備えつつも、身が整ったら一気に攻撃。で、やっぱりティーガー戦車が一番の敵だわ。あいつをどうにかしないとならん。よし、戦いは整った。ランスの戦い、スタート。頼むぞ、ソラ。結局、スツーカが命。うわぁ、照明エグいことになってる。いやぁ、マジの戦の活躍がすごい気になるわ。マジの戦どうなるか。うわぁ、砲を飛ばしてきた、砲を。頑張れー、みんな応援してるからね。頑張れ、マジの戦、頑張れ、マジの戦。うわ、ロケット砲で潰されまくってる。だが大丈夫、まだ対戦車は生きてる。対戦車砲はまだ生きてる。作戦通り。大丈夫だ。左側のカノン砲も、うわーもう、あーもうダメだ。崩壊してるわ。壁となってる。あ、ちょっとバグってなんか飛んでる気が。大丈夫か、大丈夫。まだね、対戦車砲だけは生きてるんだよ。いけー、突撃だ。あ、結構五分五分だな。五分五分だ、五分五分。大丈夫、対戦車砲が生きてる。こいつでどうにか砲撃してもらって。頑張れ、お前ならできる。対戦車砲を撃て、撃つんだ、撃て。あれ撃たないの、撃たないの、撃って。ああ、誰も乗ってない、これマジ誰も乗ってないってマジ。え、降りてこい、シツーカ仕留めてやる。オッケー。これが BF プレイヤーの力よ。動画投稿者は空落とし、あいつも飛んでくんぞ。戦いに平和が訪れた。てー、フリーガーファースト。あ、あー回収者君来てくれた。自分のこと直せばいいのに。 GG。 てーてーてれーてー、ランスの戦い勝利ということでね。いいね、マジの戦。まあ壁にはなるわ。多分なかったらロケットとかがもう戦車とかに飛んできてたと思うのよ。でそれで後方の戦車部隊が全滅して、後の戦い、その後の戦いにかなり響いたと思うわ。さあ次の戦いは、あーパリとナンシーか。なるほどね、どっちの方が強い。あーパリの方が敵強そうだねこれは。じゃパリ後回しにして先にナンシー戦おうか。ナンシー難しいイメージあるんだよね。でこれ以上の対空可能砲は第2章の解除になるため、そこまで必要ないかな今の解除としては。うん、ちょ貯めておこうポイント、次のために。さあちょっと車買っていこうか。車を買って装甲戦車乗せるようにするから。よし、これで完璧かな。さあじゃあナンシーの戦いやっていきましょうか。敵のビップを倒す、これが目標。さあやっていきましょう、ナンシーの戦い。さあ敵の戦力は4号戦車とかもいて、ああ、はいはい。まあ、正面は中戦車系統と神風戦車に警戒って形か。はー、ティーガー出てきたそんなに？そんなに我々が脅威か？ティーガーを出すまで。やべ、守りになりそうだな、これ。敵の可能砲とティーガーを両方相手するのは普通に辛いんで、そこだけかな。警戒するポイントとしては。前線にもうこれトーチカ置いて、歩兵に相当してもらうわ。この右側ね。右側に置いて、ババババババって撃ってもらうわ。
そして装甲車も置いて、ティーガー戦車たちに、神風戦車が通用するかどうか。ここが問題だ。通用するかな。で、こちらの池にも、カノン砲を配置して、あとはここのマジノ戦な気がすんな。マジノ戦でどれだけ活躍できるか、そこだわ。すべてそこにかかってる。で、もう一個、マジノ戦出すわ。で、カノン砲をもう少し増やそう。よし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 、勝てる。なんか勝てる気がしてきたわ。完璧。指示を出していきましょう。ティーガーだけが怖い。ほんとそれだけ気がかり。だけどまずはあの後方のロケット戦車系統を破壊しないと話が進まんから、まずこの砲で、後方にあるクラスターとか固定砲台系統破壊かな。そして奥の、このカノン砲は、ティーガー戦車、後々響いてくるであろう、ティーガー戦車に徐々に攻撃してもらおう。よし、これでいこう。で、この、神風戦車くんたちには、この右側の戦車たちを攻撃してもらうと。全体的な、要約すると、防衛してもらってる間に、カノン砲で敵の体力を減らして、その、時間稼ぎにこのマジノ戦を使う。よし、これでいこう。では、ナンシーの戦い、開始。さあ、神風戦車、まず、第一ウェーブしっかりと。なんだこれは、何が起きた今。何の大爆発だ、大丈夫か。あ、いいね、いいね、削ってる、削ってる。オッケー、オッケー、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。いいね。削ってる、削ってる。だが、大丈夫か？機銃でしっかりと歩兵を削ってる。オッケー！前線の歩兵は全部確保した。さあ、マジノ戦だ。マジノ戦でどれだけ敵のティーガー戦車を破壊できるか。そこが重要になってくる。あ、待って待って。ドイツが、ドイツのビッポ崩壊しまくってる。いいぞ、いいぞ、いいぞ。マジノ戦がかなり活躍してくる。うわ、前線のマジノ戦は崩壊した。だが、これも作戦のうち。前線のマジノ戦を崩壊させて、あと我々後方陣営が残りのビッポを破壊する。残りビッポ残ってんぞ。大丈夫だ。これ、うわ、重戦車だ。大丈夫。俺らなら勝てる。勝った！来た！肉を切らせて骨を断ったぞ！マジノ戦？そんなものはな、結局のところ、おとりに過ぎない。本命は後ろに隠れてた D1 たちよ。ってことで、ジジイ。さあ、やっていこうか。ちょっとポイントは第2章で残しておきたいな。第2章で一気に力を蓄えたい。っていうことで、最後の戦い。パリの戦い。うわ、戦車か。そうかそうか、がっつり敵戦車しか来ないか。だとしたらなんだよ。だとしたら話が変わっていくる問題なんだけど、対戦車砲入れちゃおうか。対戦車砲と、そうだな、爆撃機入れちゃうか。うん、入れちゃおう、爆撃機。完璧。対戦車部隊が完成した。じゃあやっていきましょう。パリの戦い、スタート。ここまでガチな対戦車バトルはなかなか見れないと思います。さあ、やっていきましょう。あー、敵は初動軽戦車か。そしてティーガー戦車もしっかりと入れてくると。なるほどね。で、正面に、地雷原置いといて、ここにもね、地雷原置いといて。で、カノン砲を後方に配備しておくっていうね。これで後ろから敵が来ても大丈夫っていう。そして対戦車砲を配備しておいて、で、D2 戦車たちちょっと後方目に置いておこうか。で、後方でどんどん進行してもらって、攻撃してもらうと。そういう形になっております。で、神風戦車ここかな。で、装甲戦車もしっかりと配備して、で、爆撃機も3台配備。で、回収車くんもしっかりと配置して、で、カノン砲はここに配置と、すぐに詰めてこれないようにここに、マジノ戦貼っとくわ。大戦車バトルになりそうだ、これは。ちょっと迎え撃つようにもう1台、マジノ戦置いていい？うわ、かっけえ。置き放題なんだけど。もうこれ置けない？あれ？ありゃ。あ、置ける置ける。いいねー。最高だわ、このマジノ戦。では、じゃあ、パリの戦い。フランス対ドイツ。最終戦、やっていきましょう。スタート。ブーン。いいね。さあ、神風戦車、初動が重要だぞ。初動どれだけ減らせるかが重要。いいね。そう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 。そうやってヘイトを向かせて、その間に、対戦車。あ、お前ら、そっか。向けないのか、後ろ。お前らそんな便利じゃないか。そうかそうか、固定してるもんな、それ。やばい、ケツ向けてるんだが。大丈夫か？お、守れ！うわあ！くそ！そうか。お前らそんなに、もう、自由度はないか。そうか、そうか。わかった。ごめん。それは俺が知らなかった。俺が悪い。まあ、ただ、第2ウェーブからが、かなり重要視されていくわけだ。そっちから湧いてくんの？ねえ。マジノ戦が息しないんだが、この配置だと。おい！ちょっと、陣形間違えたかねえなんだけど。白ひげがさ、内側から出てくるぐらいちょっと陣形間違えちゃってるんだけど。俺の予想ではこっちからじゃなくて、あっちから出てくる予定だったんだよ。しかもちょっとマジノ戦削られてるしな。やばいやばい、フランスめっちゃ削られてる。負ける、負ける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 、これ負ける、負けるぞ、下手したら。やばいやばいやばい、第2ウェーブでこの削れ方は異常だ。防衛しろ、防衛。うわぁ、ティーガー残ってる。
ねえ、T が残ってんの聞いてない。頼む、破壊してくれ。頼むよ。オッケー。破壊した？やばい、虫の息なんだが、フランス。これ、どこ残ってる？え、何に削られてる、お前ら。あ？え？あ、第3ウェーブ来た。ブーン、これ、異常事態だよ。あー、聞いてない。航空機いるんだけど、嘘つかれた。戦車いるって聞いたんだが、嘘つかれたし、うさ。ねえ、航空機いるの聞いてない。うわー、マジの線破壊された。これは聞いてない。嘘つきだ。情報が嘘だ。航空機いないって聞いたのに、嘘。全く航空機に対して力を入れていないんだが。さあ、敵機はなんだ？トラック。まずい。ロケットトラックだ。やべ、破壊しろ。優先度が高い、あいつは。いや、破壊しろ。ただ破壊しろ。動き続けて破壊しろ。うわー、爆撃だー聞いてないって。大丈夫、ちょっと避ける。大丈夫。俺の運転スキル見てくれ。大丈夫。まだ勝つチャンスある。痛い。やばい、ちょっと避けよう。痛い。まずい。うわー、嘘やだ。その事実聞きたくない。嘘、聞いてないもん、航空機あるの。うわーフォン。はい、ちょっとね、戻ってきました。前世の記憶を担いで戻ってきました。で、範囲は純粋に方角をミスった。町の戦闘は対戦車砲の方角をミスった。無駄に対戦車砲だけ使って死んでしもうたっていう話ですわ。あと最後の最後に歩兵が全然残っていないっていう現象ね。で、じゃあどうするかって話なんだけど、町の戦はでも必須だと俺は思ってる。問題はどこに配置するかと、どう対処していくかなんだよね。で、町の戦はもうここに置いちゃいます。ここにドーンと置いちゃって、そしてこの右側に対戦車砲を置いておくと。そして、前面に対戦車砲を置いておくという、そういう完璧なシステムね。でもこれね、俺の作戦で行くわ。もう神風戦車で一旦ゴリ押す。敵正面の戦車たちを、もう神風戦車で圧倒させるわ。この作戦でもう行くしかない。神風戦車でダメージ与えまくるという、そういう作戦ね。そして砲戦車を、この右側に、2台配備しておこう。まあ、カノン砲もこちらに3台配置。で、空がいることが後々、分かったので、対空砲もしっかりとここに配置。爆撃機を4台ほど。これで敵の戦車を破壊してもらおうか、初動で。オッケー！よし、これで行こう！勝つぞ！パリを防衛する。レディー、ファイ！よし、やっていこう。カノン砲はどうなんだ？あ、よかった！カノン砲はこっち向いてくれてる！ありがてえ！よし、頼むぞ、カノン砲たち。お前らの活躍次第だ。まあ、全面燃えてるが、これは、神風戦車たちの、もう、息よ。神風戦車たちの息量。もう、初動で敵の戦車も破壊しまくろう。追い込め。敵の戦車を破壊しまくろう。追い込め。追い込んで、次にシフトしていく。オッケー、第2ウェーブ開始。よし、戦え。大丈夫。俺らなら勝てる。自分を信じろ。すーごい、ギャー。さあ、できる限り生き残った状態で敵の戦車を破壊していきたいところ。オッケー、第2ウェーブ制圧した。よし、第3ウェーブ生きてる。まあまあ戦車生きている。まだなんとかなるわ。よし、行け、頼むぞ。お前らが頼りだ。いや、あんま固まるな、お前ら。固まりすぎるな。爆撃が厳しい。ちょっとずつだが修理していこう。こういう一つ一つの心がけが、勝利へと。導く！突撃してきた、あいつら！なんて奴らだ。まさか、ヤマト魂は奴らにもあったとは。俺ら対空砲もまだしっかりと生きてる。そして歩兵もまだ生きている。爆撃を避けろ、爆撃を。分散して動け、分散して。行け、突撃だ！いいぞ！まだ余裕がある！勝利に余裕があるぞ！我々には。正面に敵歩兵が見えてきた。よし、ロケット戦車は完全に崩壊している。歩兵を配置したことが吉と出た。行け、機銃で走車だ。あとは、お空さんたちが、地上に持ってくるのを待ってるだけだよ。お、これは、お、いいね、一両落ちた。さあ、残りは正面だけ、青い点々が見える。全員、正面に突撃だ。全員、突撃、行けほら引いてやるぜ。あとは、おめえだけだ。死にな！オッケー！
ということで GG、 パリの戦い勝利した。よかった、フランス対ドイツ勝利しました。てて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 パリ勝利。お、ドイツ軍はいつだって周知に準備していた素晴らしい計画に従うことを良しとしてきた。だが計画が人にできることなんてそれだけだ。計画が中止になった今、奴らは途方に暮れ、我々はなんちゃらかんちゃら。このままパリはドイツに侵攻します。間違えた、フランスはドイツに侵攻します。ということでダイル計画勝利ということで、フランス第一幕勝利しました。ジジイ。